その翌年、ドイツと日本の間で再び三国同盟問題が持ち上がります。日独伊三国同盟の締結はドイツがフランスで大勝利を博した直後のことであった。日本としては戦勝国ドイツと提携して積極外交に乗り出すべくドイツとの同盟締結を期待したのだ。破竹の進撃を続けたドイツ軍は1940年6月パリを占領してフランスを降伏させました。さらに連日ロンドンを爆撃して一気にイギリス本土に迫る勢いを見せていました。7月、日本ではドイツとの提携を主張する陸軍の指示のもとに第二次近衛内閣が成立。外務大臣松岡洋介の主導で三国同盟が締結されたのです。今回の条約はこの大眼目のもとにまず日独伊三国が大東亜及びヨーロッパにおける新秩序の建設に交渉開始から調印まで3週間足らずという速さでした。締結されたのであります。反対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 